からあんだけ走って今から練習って。それな。からバキバキやマジ。さすがに30キロってランよな。さすがにランしかない。そうやんな。さすがに。いや、ワンチャンダッシュかもしれないです。ダッシュはさすがに。やばい。あのクソじじい、こいつけってあんねんな。ありかねえぞ。あいつこれでさ、乱視吐きこえるとか言ったらもう潰すでも。俺もマジ言ったの。マジでほんまに。いや、練習の雰囲気出しとこう。お前らグローブはめとけよ。おめでとうございます。よし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 。マジで頼む。ほんまに頼む。いや、ほんまに。いや、マジ。キャッチボール、キャッチボール。マジダッシュやめてくれ。勘弁してくれ。スパイク入ったやつの足を変えて、ミーティング終わったらピーピー。ほな、間違いなく今野球界に革命が起きちょる。うちがずっとな、先生が言っとった機動力で書きます。これがな、当たり前になってきちょる。これから追われる立場や、マネされる立場、その自覚を持ってやっていこう。オッケー。野球界は間違いなく軌道の世界に行くぞ。ほな、造装野球部が毎日25キロ走っとるというのが、それがそういうことや。あの、造装野球部じゃなくて陸上部が走り込みやってます。え、あれ、陸上部の友達？はい。陸上部ぐらい走ることでもいいこと。僕たち陸上部に行ってきます。早々に負けるわけにはいかないんだ。すまんかった、戻ってきてくれ。先輩方、はい、僕たちもう寝ますんで、はい、おやすみ。明日は大学の授業もあるんで、うん、各自移動です。はいはいはい。試合会場お間違いないように。はい。アメプラ公園東野球場ですからね。はい、オッケーオッケー。ややこしいのが、アメプラ公園東岡野球場もありますからね。わかったわかった。お間違いないように。間違えへんよ、子供か。あ、あと、アメプラ公園西野球場もありますからね。はいはい。それと大丈夫だと思いますが、アメプラ公園テニスコートもあります。似てる名前が3箇所ありますが、それぞれ20キロは離れているので、お間違いないように。あ、大丈夫や、オッケー。お前ら大丈夫ですかね、こんなにはしゃいでて。さすがに大丈夫ちゃう。お酒でも飲んじゃったら試合会場間違いせるけどな。もう一回飲む。あいつら遅いのないしね。あれ、おいおい、嘘やろ、全員遅刻。まっさげないの、ほんま。ストレッチでもして待っとくか。おい、誰もおらへんけ。どうなってんの、これ。バット振って待っとくか。おい、嘘やろ。チームそれって時間守られんで、どうなってんの。はぁ、サードの練習でもしよっか。戻りました、監督の車、中田です。いやー、やばい、やばい、いやー、今日は勝ったな。間違いない、勝った。え、てかあのクソじじ、早く帰るよな。いや、ほんまにそうですよ。あいつ、ちんったら練習見やがったの。間違いないっすよ。なあ、マジ。とりあえず、あと30分やな。30分は心。で、30分後帰ろうか。はい。その間何する？
そうですよね、うん、そこはやっぱりベタに、うん、竹馬じゃないですか。お前のベタどうなってんの。準備してきます。お、さあ、本日から早速練習開始だ。お前たちは代表合宿の最後の合流組だ。追いつくしかない。一秒たりとも無駄にするな。全時間を野球に捧げろ。わかったな。お前らは N チームだ。N チームのグランドへ行け。やってるか。は、何しに来て。あんな怒るな。俺もお前らには言い過ぎたな思ってよ。いいことを知るか。今から B チームと A チームでいきなり練習試合行って、鬼塚山もデージ気合入ってたから、つきっきりはずよ。午前中いっぱいは確実にバレん。だから、ちょっとぐらい沖縄楽しんできたらいいさ。いいの？おう。まあ、俺のふるさとだからよ。良くない思い出だけで帰られるのは、俺も嫌さ。お前、いいやつやったおい。え、じゃあ遊びに行きましょう。行きましょう。え、いいなー。よっしゃー。ありがとう。何してる何してる何してる。いやー、僕あれなんですよ、あれ、あのパラセーリング分かります？え、あ、それだそれだ。あれだ、それ海で飛ぶやつ。あ、そうそうそう、それ行きたい。あれ行きたいんですよ。沖縄ビーチだー。最高やな、おい。君たちは我々をバカにしてるのか？知念君、協力ありがとう。いえいえ。バーカ。今日からね、夏の追い込み解放ウィークが始まるこのタイミングで、で山彦が、まあ一週間ね、野球人生の集大成を遂げるっていうこのタイミングで、こいつもね、すごいモチベーション高くおったからチームのみんなと一緒に。まあでもこれはしょうがない、後輩じゃろな、ヤムヒクのことをかばってのがしょうやから、まあ、立派や思うよ。まあ今から病院に行ってくるけども、まあこの調子だと全治1週間はかかるかもしれんな。翔太さん、僕なんかのためにすいません。まあチームとしては1週間な、解放ウィークがあるから頑張っていこう。なんかいいことあるか。残念ながら一週間チームから離れてしまいます。夏の追い込み解放ウィーク本日から始まるのに、チームに参加、ゆっくりでよ、チームに参加できないのが本当に悔しいです。ヤムヒコの思いを聞いて、僕も仕方伝わる、いいスピッチや。ポコジョン。まあ、翔太の分もな、まあ、できたらサポートはするから、お前らしっかりと1週間夏の追い込み会を頑張っていこう。病院行ってくるから、まあ、しっかりとけよ。はい、帰ろう。はい、はい、泣くやしとは思って。
残念ながら明日から復帰できます。明日から、いや、結構痛くて、あ、擦り傷なんで全然問題ありません。嘘だろー。足首左も結構くっきり、足の方も擦り傷でしたので大丈夫です。なる、あの、包帯とか、あ、もう全然大丈夫です。なる、あの、先生、なんとかならないですかね。あ、ならないです。なる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 、じゃあ、はい、もう帰っていただいて大丈夫です。なる、はい、包帯、あ、もう大丈夫です。大丈夫、はい、大丈夫です。すり傷です。いや、すり傷なんで大丈夫です。無理ですか。はい、大丈夫です。いいですか。大丈夫です。なんとかならないですか。なんとかならないです。うん、そうか、ただの擦り傷やったんか。なる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 、うわ、くそ、結局明日から追い込み期間かよ。そうだ、はい、手よくまへんか。手よく、先生は正直この追い込み期間で学園長からボーナスもらいたかっただけや。なる、そこでお前の存在が邪魔やった。お前はそのまま怪我してることにしよう。おや、お前一人は落差してる。だからみんなの追い込み期間の邪魔をするな。どうや、悪い話はないはずや。なる、あいつらを騙すなんて。よろしくお願いします。オーケー、ちょっと決まれば行こうか。はい、あのちょっと塗り薬しかもらってなかったんで、おあのちょっと薬局行って包帯だけ、包帯買うか。はい、お願いしますお願いします。よし、お前出るぞ。よし、翔太さん、大丈夫ですか。全治1週間。全治1週間で、1週間で治るんですか。ちょうど1週間やったわ。ちょうどあの、ちょうどやった。チームのサポートに接する。嬉しいな。よし、じゃあ翔太さんの分も頑張るか。イエーイ、ちょろいな、ちょろいっすね。大丈夫か。よし、こっち、61、62、63、64、65、66、67、68、69、ナイスター。いいねー、オッケーオッケーオッケー、最高。ナイス、ロース、ガミクドス、マルチケンス、これ完璧だかもしれん。よくです。また見やっといてな。はい、お前、前バレかけたからガチになってたので。よくです。先輩、監督来ました。はい、おはようございます。はい、昨日遠征から無事に帰ってきました。はい、で、ちょっと申し訳ない、お土産をな、ちょっと数量間違えて、ちょっと配ってしまうて、でお前らちょっと申し訳ないけど、普通のお菓子やけども、まあ、せっかくやから食べなさい。時間が用意します。もう今日ね、休憩したい。いいかもしれないです。はい、まだ休憩してない。はい、まだちょっとチョコレートとかもあるから。はい、もう今食べなさい。ありがとうございます。
前ら野球だけじゃあかんで、勉強もやってるから。分かった分かった分かった。だからオフは週1は絶対だろ。はいはいはい、オーケー、そうっすね。で、週3自主練。ガチですか？うん、ガチですか？でっ、でっ、いやもうそうっすね、やりたいっすよ、やっていいっすよ。いや、ほんまそうっすね。あざーす。だからミーティングもなあんな長々したらいらんから、はい、LINE で連絡事項で共有。あ、オッケーオッケーオッケー、話しようかな。いやもうありがとうございます。いやもう僕もそう思ってましたもん、絶対そっちの方がいいっすわ。古い考え撤廃していくかなと思って。はいはいはい、お願いします。お願いします。ほな俺もう行くから。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。いや最高やな、新しい監督マジ最高やな。後ろ上がる監督おんねん。それもう優勝しないもん。間違いないな。でもほんまそう。優勝してこれでこんな最高のチームやろ。もう最高やな。頑張ろう。ガチ頑張れ。おお前ら、お疲れ。おいしそうやの。うわもう最高っすマジで。メンタルのリラックスも大事やから。このトレーニング最高っすね、ほんまに。お前できるこれ上級で。お前が指導者できないって何年生に逆転。え、監督、すいません、もう一回お願いします。監督お願いします、もう一回お願いします。なんでお前らさ、一緒に行けへんの。どうしたらいいか分からへんかってんと。ちょ、マジだるごだね。どうする。もうそれや、監督怒っとったやん。しっかり話し合おうや。いや、そもそもあれは監督追いかけなあかんやろ、全員で。知らんし、お前が真面目なだけやろ。おい、ヒデ、何やその言い方。今は真面目に話さなあかん時やろ。とりあえずちゃんと話し合って監督のとこ行こう。明日練習試合から許してくれるって。いや、まあせやろ。さすがに明日練習試合やしな。反省するふりしといたらいいんじゃん。ふりだけじゃあかんやろ。しっかり反省せなあかんねん。とりあえず謝りに行こう。いやでもキャプテンおらんからさ、まあ、3年生リーダーが行かなあかんな。やっとお前3年生リーダー、早よ行ってこいよ。え、どう。おはようございます。おはようございます。もう終わります。グラウンド見て準備します。 OK。 はい、お願いします。お願いします。します。よし、おはようございます。おはよう。おはようございます。もう準備も完璧に来てます。 OK。 はい、そうだ、もう来てます。よっしゃ、アップされてます。よし、はい、じゃあもうじゃねしとか行きましょう。お願いします。 H! こちらになります。 H! こちらになります。おはようございます。おはようございます。 H! こちらになります。 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 H! こちらになります。おはようございます。キャプテン、おはよう。おはようございます。それで今日ちょっと僕接骨院行かなきゃいけないんで、うん、失礼します。もう帰るか。はい、残りのチーム任せとる。お願いします。よし、じゃあ行っといて。失礼します。はいはいはい。よし、あ、せや、明日の予定確認しようかな。さあさん、明日の予定やけど。おや、うおおえ、お前これ取られとんじゃん。すごくないですかこれ。やめろやめろ。うぅー、危ないでしょ、これ。うぅー、これ面白い。面白いでしょ。キャプテン来ました。え、なんでキャプテン来ました。うぅおぅおぅおぅ、置いてくれ。解放エクステンション。